ハウスゲールはアイスランドロイガルバッキ出身のシンガーソングライターである。12年に母国でリリースしたダイロ・アイドー・ポーンが同国で史上最速で売れたデビューアルバムと認定されアイスランドのグラミー賞アイスランド音楽賞主要2部門を含む全4部門受賞。アイスランドの国民10人に1人がウスケアのアルバムを所有するという驚異的な記録を叩き出し一躍 ビョークやシグアロスといった同国の国民的アーティストをしのぐ存在となった。14年1月、デビュー版の英語バージョン、インザサイレンスを発表。同年2月に初来日を果たし、7月には、フジロック出演のため再来日。15年1月には、初のジャパンツアーを観行。10月には、日本独自企画7インチシングル、Where I s m i l Mind? をリリース。 17年4月、セカンドアルバム、アフターグローをリリースし、11月には、自身最大規模となる、ジャパンツアーを開催。20年5月、サードアルバム、ベリーザムーン、日本版をリリースした。21年9月、EP、ザ・スカイズ・ペインテッド・グレート・デイを配信リリースした。2014年、ホステス・クラブ・ウィーク・エンダー、フジロック・フェスティバル14-2015年、ジャパンツアー2015。 ありがとうございます。